創業副業週末起業なら日本最大の無料学習ポータルサイト、毎月600の最新記事が更新される利用者40万人の学部生スクール、無料利用登録はこの下の使い方進め方ガイドメールへご登録ください。今日はマインドセットについてお話ししたいと思います。 夢や目標があって成功したいのであれば、気持ちをマインドセットすることが必要です。動機は何でも構いませんが、何をしたいかの自分なりの軸をしっかり持つことが大切です。気持ちがぐらつかないように、根拠があるなしにかかわらず自分ならできるという強い自信を持ってください。誰かに無理だと言われても自信があればやり抜くことができますし、他の誘いを受けたり批判を受けても流されません。まずは自分の軸をしっかり持ってください。成功するためには型を守ることから始め、次に型を破り、最後に型を離れるという段階を踏んでいきましょう。最初は自分なりの考えがあるにしても批判することなく、師匠や先生の話をすべて素直に受けてください。師匠や先生のしていることは、いくつもの失敗などを経てから彼らが成功するために手に入れたものです。成功した一つの方であることは間違いないですから、まずは真似るところから始めてください。真似ることができたら型を破ることを始めて、少しずつ自分なりの色をつけていきます。それができたら最後の型を離れるこの段階にかかりましょう。もう師匠や先生と同じくらいのレベルになっているはずですから、型を離れて自分なりの方向に進む時が来ています。これは武道や芸術の世界で用いられている方法ですが、スポーツや仕事など全てに当てはまります。自分が成長するために必要なことですから、ぜひ実践してみてください。それでは、創業副業週末起業なら日本最大の無料学習ポータルサイト、毎月600の最新記事が更新される利用者40万人学生スクール、